スチュックス、またはスティクスは、冥王星の衛星の一つ。スチュックスは、2012年7月11日に存在が、公表された衛星である。冥王星の衛星の中で、1978年の、カロン、2005年のニクスと、ヒドラ、2011年のケルベロスに続き、2012年に、発見された、5個目の衛星である。スチュックスは、 ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された広域カメラ WFC3 によって撮影された。撮影は2012年6月26日、27日、29日と7月7日、9日に行われた。スチュクスは極めて暗い天体のため明るい冥王星とカロンをフィルターで原稿し撮影を行った。この方法はケルベロスの際にも行われたが、 スチュクスはさらに暗い天体である上に、極めて明るい冥王星に近い軌道であるため、仮に過去の写真に写っていたとしても、発見は困難であったであろう。スチュクスを含む、核衛星の軌道スチュクスは、軌道長半径が4万 2000km と推定されている。これは、カロンとニクスの軌道間にあることになる。今まで発見された衛星と同様に、 軌道傾斜角や立心率は零位に近いと考えられている。光転周期は20.2日であり、これは、冥王星とカロンの光転周期の3倍くらいである。冥王星の衛星は、カロン、スチュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラの光転周期が、それぞれ1、3、4、5、6の軌道共鳴をしている可能性がある。スチュクスは、 死等級が27.0等級の極めて暗い天体である。スチュクスは直接画像から直径を測定することは不可能なので明るさとアルベドから推定することになる。推定される直径は 10km から 25km と幅があるが、これはアルベドの推定値が0.04から0.35と幅があるためである。 この推定方法はケルベロスにも行われており、ケルベロスの死等級が26.1等級と、スチュクスより明るいことから、スチュクスはケルベロスより小さい可能性がある。スチュクスは、冥王星の他の微小な衛星と同じく、カロンが生じるきっかけとなった、冥王星への天体の大衝突で飛び散った氷の溶岩が、冥王星を交点する軌道に乗っかったものが起源で、 あると考えられている。このような微小な衛星が複数発見されていることは重要である。例えば、2015年に冥王星へ最接近する予定である冥王星探査機ニューホライズンズは打ち上げ時にはまだ衛星はカロンとニクス、ヒドラしか知られていなかった。冥王星の周囲には大衝突の名残である氷の破片が無数に周回し、 さながらデブリの缶のような状態になっている可能性がある。仮にニューホライズンズに秒速 13km の速度で破片が衝突すればニューホライズンズは容易に破壊されるだろうと考えられている。このような微小な衛星の発見はニューホライズンズの観測に何らかの影響を与える可能性がある。このため最近のハッブル宇宙望遠鏡の冥王星観測は 新たな衛星を発見すると同時に、ニューホライズンズに対する潜在的な脅威を探る意味でも行われている。スチュクスという正式な名称が付けられるまで、この衛星は S2012P1 衛星の仮符号で呼ばれていた。S2012 は2012年に発見されたサテライトの意味である。P は フルートの頭文字であり、その後の1は2012年中に発見された1個目の衛星を指す。スチュクスは P の部分が冥王星の小惑星番号である134,340番に置き換わって S-20121 と呼ばれることもある。これは小惑星の衛星の命名規則である。スチュクスはしばしば P 語と呼ばれる。 これは、冥王星で発見された5個目の衛星であることに、ちなんでいる。この呼び名はケルベロスでも、同様に、P4 と呼ばれている。2013年2月、S2012P1 の名称を、2011年に発見された衛星の S2011P1 とともに、セティ協会が、一般公募と投票形式で受け付けた。 公募は2013年2月26日2時までとなっていた。そして2013年7月に S-2012P1 は、冥界と現世の間を流れる川、及び女神であるスチュクスと命名された。なお、S-2011P1 は、ケルベロスと命名されている。一般公募ではスチュクスは3番目に、得票の多い名称であった。 一番得票数が多かったのは、バルカンであったが、かつて水星の内側に存在するとされた、仮説上の惑星バルカニや想定される、小惑星のやからである、バルカン族などに使われていること、冥王星の他の衛星が、ギリシャ神話やローマ神話の名界にちなんで、命名されてきた慣習とは入れないことから、採用されなかった。 abcdefghi jklmn, all hubble space telescope detects fifth moon of, pluto size, org, hat abcdefghi hubble, discovers, a fifth moon orbiting pluto, nasa hat abcdef hubble discovers, a fifth moon orbiting pluto hubble site, hat planet and satellite names and discovers, インターナショナル、アストロノミカルユニオンハット ABC、冥王星の衛星に、ケルベロス、スチュクス命名アストロアーツ、2013年7月4日閲覧。衛星日本語表記作品。日本惑星協会。2019年3月9日閲覧。AB、ネームズフォーニュープルートムーンズアクセプティッドバイザ、IAU アフターパブリックボート、IAU。 http://www.io.org スラッシュパブリックプレスニュースディテール IO13032013 年7月3日閲覧 AB ハッブルディスカバーズニュープルートムーン BBC ニュースハットハッブルテレスコープスポッツフィフスムーンオービッティングプルートザクリスチャンサイエンスモニター冥王星の衛星に名前を付けるのを手伝ってください プルートロックス、ヘルプアスネームザスモーラームーンズオブプルート。ありがとうございます。